どこの構え思い出した。あやらしいプロ。もう一回こう守って、こうで、okay? どこの構えから体で全身でパン、ね、ここにつける、ここ表人、シュコありましたら、はい、もう一回右と左一守って、2パー、次は呪文字の構え、構えるですね、守ります。吐いて、こう、こうつける。母子剣じゃなくて、あ、人が来る忍法の主攻を持ってたら、その時に母子剣使うじゃなくて、主攻ここに使う。OK? はい。OK? もう一回右。守りますこれで。もし次のパンチ来たら、ああ、そう。OK、ここちゃんと親殺し、これで使って親殺し食わせる。だからその職を持ってちゃんと構えで自分で守る、あるいは手を敵に使うようにかけるようにちゃんと。聖書からは、初心の方は構えを構えないといけないですね。あとはレベルヘップ、高いレベルありましたら、もしありましたら、ね、自然に構えでいいですね。こうね、こう、だけどこの手はとても大事、守ること。次のパンチ来たらばいい。とても危険だから気をつけますね。それは結構の宿のものとか大丈夫、ただ怪我することできますね、から気をつけます。結構だから、危険だからゆっくり結構してください。大事ですね。実践忍者の武術なのに優しく武器を使ってる。呪文字、ね、次はナイフを持ってもらいます。ナイだから最近はそのナイフで犯人は増えましたね、日本は。この間、ここか、分からないけど、他の電車じゃなくて、最近はニュースで、学校で、教室で、男の子は13歳、ナイフを取って、その知り合い、男の子を刺さったですね、殺したんですね。だからまあ最近は増えるよ、そういうところです。学生まで、子供までナイフ持って刺すですね。気をつけてください。本当に護身術は必要ですね。ね。だからナイフを触れる人は増えるから自分で、ちゃんと斬新、心をオープン開いて、ちゃんと見てください、感じてください。今の世界は危険だから。自分の命を守る、人生を守る大事ですね。
だから一応構え、例えば私は歩いて、犯人はナイフ持って、え、得て、ここ一丁の構えでこの下段を受け、こう、ね、そしたらここに切る、こう切る、こう、あ、そう、そしたらブラシと、そしたらナイフを通りながらこう通ります。もう一回ゆっくり。だからその護身術より実践の武術は、忍術は、忍法体術、全身で体使ってる。ただ感覚は必要ですね。犯人は来たら場合に、来たら場合に、来る場合に、来る時に気づかないと刺すということですね。刺す。だからまず感じないといけない感覚、フィーリング、だから来てもらう、ちょっと避けてこう、ね、パー蹴る、こう、裏足と、ちょっともう一回こっちからだから、あら、ね、女性の方はそんな技はあまりできませんですけど、あ、気づかないから、あ、自分の携帯見て相手は刺さってもう終わり。あ、女性の方はちょっと、あ、スマホ歩きよくあります、最近ね、危ないや、そんなことしたらやめてください、危険だから。だからちゃんと行きなさい、ちゃんと歩きなさい、街で、あ、どこでも犯人出てくるですね、若くても出てくるですね、だからちゃんと気をつけて守ってください。あ、私は歩いて犯人させてちゃんと避ける、ここに宿をつける、させないように、そっち、じゃあ一応の構え蹴る、即役、前方蹴り、即役、その急所を邪気にと言いますね。1、2、剣砕き、宿で剣砕きに入ることですね。もう守りながら、パー、もし次のパンチ来たら、パー、チャー、裏足と、あと、片手、投げ。で、こっちから。だから歩いて、はい、チャッチャッ、 OK、 まだ犯人はナイフを持っています、ね、腕を折る、膝もつけてる、ここ、ここに近づいてきて、ここに膝を折ります、ここに腕折ります、 OK、 1、2、3、ね、ナイフ持って中に入ろう、ね、こんな感じ。3つ、基本八方の腰、基本三方の肩の、まず一文字の構え、上からチャ、ね、ちゃんとその時に職を持てたら、その糸取りみたい。先週はそのビデオを教えた技、糸取り、刀で。その時に、宿を当てたら、肩。そんなこと。OK? そしたら、通りながら、表しと。ね、だから、本当に危険だから、ちゃんと腕、口から。はこっちからつけないといけない、力持てたら、え、こっちじゃなくて、こっちは弱い、刺す、危ない、あ、ここは力ちゃんと使わないように抑え、 OK?
パン。こう。その糸取りはちゃんと引き抜いていけない、ね、ただ重でしょパじゃあ、ね、あと通りますこれだけ次は入る変化でした。上じゃなくて、パー、はいよ。え、じゃあ、ここ開いてここに今度はいしゃお願いします。